こんにちは、かほです。はい、今日はですね、表銀座の重曹の3日目です。昨日はキュッテ西岳という山小屋に宿泊していて、今日はですね、後ろに見えている槍ヶ岳を目指します。このここに見えてる、わかるかな、この尾根があるんですけど、東釜尾根という尾根をね、歩きます。はい、でまあちょっとね、危ないところとかはここについてるちっちゃいカメラでね、撮影しようかなと思ってます。でヘルメットもね、着用してます。はい、もうね、山を登る人だったらね、誰もが憧れる槍ヶ岳。もう私もね、まあ実は2回くらい行ったことあるんですけど、やっぱりね、槍ヶ岳ってね、ウキウキねしますよね。はい、ということでね、頑張って登っていきたいと思います。今回はヒュッテ西岳から槍ヶ岳の山頂を目指します。予定ではだいたい5時間くらいのコースです。まずは水俣の越というところまで一気にね、下ります。はい、スタートしました。東釜尾根の核心部と言われる、まあ、鎖場だったりはしご場がこう多発するところはヒュッテから1時間くらい歩いたところからになります。まあ、そこまでは、まあ、登山道をね、行くといった感じですね。はい、下ります。まずはね、下りですね。せっかく一昨日と昨日とね、ちょっとね、高度を上げて登ったのに、もうかなりね、下ってますね。うわぁ、どこまで下るんだ。はい、下ったと思ったら、今度は上りです。水俣の越まで、下ってきました。ここがですね、西岳と槍ヶ岳の間で一番ね、低いところ。はい、ここから3170メートルくらいまでもう一気にね、上がる形になります。はい、頑張っていきましょう。はい、こっからが上りですね。はい、標高が高いのでちょっとね、登るとすぐにね、息がね、切れそうになるんですよね。なので本当にゆっくりゆっくり歩きます。ここをね、登っていきます。はい、ちょっとね、眩しいのでサングラスをつけています。で、後ろね、ここはしごみたいな階段みたいなものがね、3つトントントンって、はい、続きます。まだね、そこまで高度感を感じるようなところはないですね。はい、頑張って登っていきます。はい、目の前にはしごですね。はしごね、こう降りるところがありますね。はい、こっちの方もですね。
はい、はしごを降りてそのままどん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 、はい、進んでいきます。次はここを登っていく感じですね。現在の時刻は8時半で、出発したのが5時20分なので、だいたい3時間ちょっと、はい、登ってきました。こう山って涼しいって思いがちなんですけど、太陽に近くなるのでやっぱりね、日差しがすごく強いですね。でもう少しでですね、大槍ヒュッテという小屋があるので、そこをね目指して、はい、もうちょっと歩いていきたいと思います。この尾根、これ北釜尾根かな、すごいかっこいいよね。うわーすごい。ヒュッテ大槍に到着です。スタートからだいたい3時間40分歩いて、はい、到着です。今から今日の宿泊場所、槍ヶ岳山荘、もうこれかな、ここを目指します。そこに大きい荷物をデポして、槍ヶ岳の山頂を目指します。はい、もうちょっと頑張りましょう。すごい、もうね、槍ヶ岳が目の前に本当にドーンと見える。すごい、槍ヶ岳山荘に到着しました。標準タイムでは4時間くらいっていう風に書いてあったんですけど、私は西岳ヒュッテから、5時間半かかりましたね。ちょっとねゆっくりめに歩きました。で今はちょっとね槍ヶ岳山荘で1時間くらい休憩してチェックインとかもして、はい、これから、じゃん、わーもう見えないか、はい、これ槍ヶ岳にね登っていきます。はい、荷物もね軽くなったのでね、はい、頑張っていきたいと思います。はい、鎖場、はしご見えてます。ちょっとだけ登ってきたんですけど、もうこっから先は手を開けないと無理なので、固定カメラ、ね、これはい、で撮ったものをねお届けします。
ヶ岳の、ダメだ。はい。はい、槍ヶ岳の山頂に到着です。標高は3180メートルです。ガスがちょっと上がってきてるんですけど、でもね、景色綺麗です。はい、今回は、中房温泉を出発してこの後ろに見えてる表銀座を通って、でこっちの東釜尾根を登って槍ヶ岳の山頂に到着しました。で、まあ、思ってたよりはなんていうんですかね、険しいところもなくて、すごいね、登山道も整備されてて、すごく、まあ、登りやすかったなと思います。いや本当にね、登山道を整備してくださってる方たちにも感謝ですね。ああ、でも感慨深い、本当に。はい。で、この後は、山荘に泊まって、明日の朝、上高地まで降ります。はい。よく頑張りました。はい。おはようございます。はい。現在時刻は朝5時ですね。今日はここから上高地に降ります。だいたいね8時間くらいの道のりで、3泊4日の中では、まあ、今日がね一番長い行程となります。下山するまでね気を抜けませんので、はい、頑張って降りていきたいと思います。はい、摂政ヒュッテまで降りてきました。だいたい30分くらい下ってきました。こっからですね、槍沢というところまで、3時間くらい一気に下ります。はい、では行きます。槍沢ロッジに到着です。ここからは槍ヶ岳がねちょっとねちっちゃく奥の方に見えるんです。この後は横というあの山小屋があるところ、まあ、休憩もできるんですけど、そこまで1時間半かけて、はい、降りていきたいと思います。上高地まではまだ4時間半あるので、まあ、半分弱くらいね下ってきたという感じです。はい、まだまだです。はい、漁港に到着しました。今の時間は9時45分ですね。なのでだいたい4時間半くらい、はい、歩いてきました。でここから上高地までは徳沢明神を経由してだいたい3時間くらいですね、ずっとこう穏やかな平坦な道を、はい、歩いていく形になります。もうここからはね落ち着いて歩いていけるかなと思います。はい、徳沢園に到着です。ここにはねちょっとあの、まあ、自分へのご褒美みたいなものがねあるので、はい、買ってきます。
はい、これ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 がねご褒美です。槍ヶ岳から降りてきた、はい、徳島園のねソフトクリームめっちゃ有名ですよね。いただきます。うん、あ、甘い。もうね疲れが吹き飛ぶ美味しさ。はあ、あと上高地までは2時間ほど本当に平坦な道をね歩くっていう感じなんですけど、歩けます、これで大丈夫。はい、徳沢を出発しました。ちょっとゆっくり休憩しちゃいました。はい、でね、登山をねしてる方だったらねちょっと分かる、気持ち分かってくれるかもしれないんですけど、このね横から上高地までのこのゆるりとした3時間の道のりがね地味にね辛いですよね。はい、上高地に降りてきました。ゴールです。はい、今回はですね3泊4日で、中房温泉を出発し表銀座を歩いて、東釜尾根をね登って槍ヶ岳に登頂するというねコースでした。東釜尾根ははしご場とかもあって、確かに技術だったりあとは登りの体力も必要だと思うんですけど、すごくやっぱり整備もされていて、あの丸とか矢印とかのこう道の表示とかもすごく分かりやすくて登りやすかったですね。はい、あとはですね3泊4日でちょっとねゆとりを持って1日歩く時間を6時間7時間くらいに設定して、それもねあのこう毎日の疲れがたまりにくかったかなと思います。もうねずっと憧れていた表銀座を歩いて、しかも天気も良くてね本当に充実した3泊4日になりました。はい、ということで今回はこの辺りでおしまいです。ご視聴いただきましてありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンお願いします。